どうもこんにちは、劇団スカジオ井上亮でーす。はい、ということでね、今日はちょっと久しぶりに事務所に一人なんで、自分でね回していこうかなと思ってるんですけれども、夏が来たよということで、暑いっすね。4月26日金曜日、もう夏用に買ったこちらの、服をね全部着て今日自転車で来たんですけれども、まあなんで自転車で来たかと言いますと、来週の週末久しぶりにキャンプに行ってこようかなと思っております。というのも、なんか私ちょっとその UL キャンプに、あのウルトラライト、ギアを集めたその UL キャンプにちょっと憧れがあって、結構軽いものをね、あの集めてたんですよ、去年ね。デイズでもね、いろいろ紹介させてもらったと思うんですけれども、 10g でも 100g でも、いや軽いものを求めてたのに、なんか自分はブク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 太ってたんで、そのそれにすごくそのおかしいよなというおかしいだろうと。持ってくものをね 100g 削って、自分が 2kg 太ったったらもうそれ 1.9kg 重くなっちゃってんじゃんっていうことに気づいて、嫌気がさして自分に、最低でも 67kg を切るまではちょっとキャンプのグッズ買うのとかも、キャンプ行くのもちょっとやめるっていう勝手なね、あの本当に興味ないかもしれないけども、自分ルールを立ったんですけども、本日の朝ついにですね、66.0% になることができました。ありがとうございます。個人的な話な、まあいつも個人的な話なんですけれども、それでついに、来週キャンプ行こうと思って行けるんで、あの買いました。で、何を買ったかと言いますと、私グランドシート、あのテントの下に引くシートとして、このユタカっていうところのオーディグリーンとかいうシートを、使ってたんですよ。ただこれが、まあ、今これはすごいちっちゃくしたサイズで、荷物とかをちょっとポンと置くぐらいの75センチ、90センチぐらいのものなんですけれども、これと普通に1メートルかける2メートルのやつを2枚持っていってて、このちっちゃいやつでさえ、グラムで言うとですね、115グラムなんですよ。まあこのちっちゃいやつでね、90×75 ぐらいの、普通にテントの下に引く用のやつだって言うと、300グラムぐらいだったような記憶なんですよ。で、あとちょっとかさばるんで、なんかいいのないかなと思ってて、ずっと、憧れていたというか、あの気になっていたこちらのタイビックシルバーというねシートの方、こちらを今日は購入させていただきました。何それと思うと思うんですけれども、このタイビック、まあ、タイビックもいろいろ種類があって、タイビック今売ってないのかな、タイビックソフトとかっていうのもあって、まあ、タイビックシートっていうものなんですよ、これがね。そもそもグランドシートとして使うものじゃなくて、 UL キャンプやる方がすごいたくさん使ってて、このいうものなんですけど、それが何なのかと、なんでこれがグランドシートにいいのかっていうと、まあここにもう書いてありますけど、見えます？デュポンタイビックシルバーって書いてあるんですけども、これはそもそもは建物建てる時の断熱材とかに使われてて、すごく防水透湿性に優れてるんですよ。なんで僕の知識が確かならば、水は通さず、蒸気は出してくれるんで、夏とか冬のキャンプどっちにもすごく適してて、僕の勉強が間違っていなければ、この銀の方を下にこう広げて、下、白の方を上にすると、夏の場合は下の地面に溜まった熱をこう下でガードしてくれて、でテントの中に溜まった湿気を出してってくれる。でさらにこのめちゃくちゃ薄くて軽い割に強度が強いって言われてるんですよ。まあ思いっきりこうやったら破れるとは思うんですけども、かなり強いって言われてて、以前のキャンプでね、去年行ったキャンプで、私はソルっていうメーカーかなんかの有名な、あれなんだっけ、エマージェンシーシートを、グランドシートに使ってるっていう人をインターネットで見たらいて、それが一番軽かったんですよ。50何グラムとかだったっけ、30何グラムだっけ、ちょ忘れちゃったんですけど、めっちゃこんなちっちゃくなるやつで、でも、案の定です、1日で穴が開いちゃって、ケンちゃんにね、その1日の間せえマジ無駄じゃないって言われたのを、もうまさに無駄にしちゃったんで、いやちゃんとしたのが欲しいなと思っていたところ、まあその時から知ってたんですけども、数多くの人が使ってるこれタイレクシルバーっていうね、なんか UL キャンプやる人だったら1回は通るみたいなもののイメージがあって、ついに 1m×2m のものを買いました。これもでも安くて1000円ちょっとぐらいなんですよ。
でさっき言ったよね、言ったと思うんだけど、そもそも建築の素材でさ使われてるものだからキャンプ用ではないんですけど、だからキャンプ用にこれにプリントしてるものとかも出てるんですけど、まあまあでもまずはオーソドックスなものからいってみようということで今回買ってみました。感覚的にはゴアテックスじゃないですよ、ゴアテックスじゃないけどめちゃくちゃ軽くてこう防水も透湿性もあるっていうのはものすごい素晴らしいなっていうので、これ買わせていただきました。これが 1m×2m で、120〜30g ぐらいでした。ちょっとなんか気持ちこう多めに切ってくれてるって書いてあったんで多めにはいらないんで、ぴったり 100×2m ぐらいに今測って切ってみようかなっていうのと、あとちょっと広げた状態をみんなに見せてみようかなと思っております。俺は今めちゃくちゃ楽しいんですけど皆さんはいかがでしょうか。何よりねもう俺今日目標達成した日なんで嬉しいんですわ。まあ目標つっても66キロなんで体脂肪はまだ 18.0 だったかな、 18% まだあるんで、体脂肪をやっぱり 15%16% ねの乗っけていきたいですよね。 15.5 とかさ 16.5 とかでも全然また見た目変わってくると思うんで、まあ、体重としてはまあまあまあいいか、とりあえずこれ紹介しますか、見ていきますか。はい、こうやって引いてみた状態がこんな感じですね。ほんと変哲もないもう感じでね、こういう記事になってるんですよ。で僕の知識が確かならばこれはなんか 3層ぐらいになってて、この上の白い部分とこの白銀の部分とこの真ん中にもう一枚入ってて、これを圧縮することで、縫うんじゃなくて圧縮することで、作り上げられてるっていう製法だっていうふうに聞いたんですけど、まあそれがなんでいいのかっていうのは分かんないんですけどまあ軽いのには貢献してるんじゃないかなっていう気がするんですよね。まあ、こっち側はすごい変哲もないんですけど、あの見た目としては清潔感があっていいですよね。で、今のが多分今の置き方が夏でこっちが冬の置き方になるんじゃないのかな多分ね。でこっちはかなり特殊ですよね。もう本当に何縦材っていうんですか、その建築用のものなのを本当にもう何十メートルもあるやつをこう切って売ってくれてる業者があるっていうだけなんで、個人にデュポンタイベックシルバーですかね。お世辞にもこっち側はかっこいいとは思えないんですけども、まあ、僕はこれテントの下に引くように使おうと思ってるんで、まあ別に全然いいんじゃないかなと思うし、裏は白だから別に仮に見えても可愛いし、でちょっとした荷物とかを椅子の横に置くときはまあこれ持っていこうかなと、ちっちゃく切った方がいいから、そこまで重くないんでねと思っております。ちょっと大きさ測ってみようかな。さあどんぐらいサービスしてくれちゃってるのかっていうね、正直俺のテントが的には確か横が115、長い方が215とかだったという記憶なんで、1m×2m ちょうどいいんで、こいつは、横はぴったり100かもしれないですね。1メートルロールなのかな、横はぴったり100でした。あ、いい、じゃあこのままでいいわ。で、縦がどんぐらい長いんでしょうか。あ、でも、3、4センチしか長くなかったんで、切らなくてもいいかな。ここに、ここが見えますかね、ここがこう折り込まれてて、こういう風にこの分だけもしかしたら長いってことなんじゃないかな。別にいいか、このままでグラムも変わんねえだろうし、このまま使おうかなと思います。でね、これありがたいことにもともとこうやって折って送られてきたんですよ、こういう風に。だこの折り目に沿って折っていくだけで綺麗に畳めるんでありがたい。これこういう感じでございます。事務所が来てなくてすみません。まあこれはちょっとでかいっちゃでかいけど、普通にジップロック的なものにこうやって濡れたりもするんで、こういう風に入れてカバンに入れて持ってこうかなと思っております。いいでしょう。嬉しいなぁ。やっぱもうこういう新しいキャンプギアを買った時点で、なんかもう
俺的にキャンプって始まってんすよね。これを買ってこうやって紹介して持ってって使うってどうだったかなっていうところまでが僕的にはキャンプなんで、2024年最初のキャンプも動画にするんでよかったら楽しみにしててくださいませ。テスト的に久しぶりに自転車で来たんですけど、最近毎日そのダイエットのためにずっとジョギングしてたんで、なんかちょっと使う筋肉が違くて、なんかねめっちゃ気持ちよかったんだけど、何にも荷物乗せないでも来たのにちょっと体がのなんか使う筋肉が違ってちょっとだけ疲れたから、これちょっとあと何回か乗っとかないと来週もし週末行けたとしてもちょっとしんどそうだなと思うんで、そこも、もう始まってるんでね、キャンプはね、ちょっともう少し本番のに向けて、本番に向けてちょっと自転車をもうちょっと乗っていこうかなと思っております。はい、お腹すいた。はい、じゃあキャンプの話とダイエットの話をなんか2つしちゃいましたけども、まあ、キャンプ来週行くぜっていう話と、ダイエットの方は俺は引き続き、まあ、毎日ジョギングしててすごく身も心もすごくメンタルにもだからね心に良かったんで、ちょっともうちょっと続けてみようかなと、ちょっとずっとやってみようかなと思ってます。最後ちょっと今月中に66キロにしたかったんで結構ギリギリになっちゃって、あの食べるものも思ってたよりもちょっと最後の方減らしたり、したんで、ちょっとだけもう一回緩やかに戻して、まあ一回体重がちょっと増えてもいいぐらいな気持ちで一回その結果を出したかったんで、まあ結果って言っても66、一回今年一番太ってたところで72キロぐらいだったんで、でもそれは水分っていうのをまま入れたとしても、まあ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 体重計でいうところの一番太ってる時が72キロで、今66キロなんで、まあ6キロぐらいの減量に成功いたしました。ありがとうございます。何回言うんだろう、嬉しいですよ、すいません。減量もできて嬉しいし、その日にキャンプ行くよっていう話ができたのも嬉しいし、とにかく嬉しい、夏が来て嬉しいということで、皆さんも嬉しいということにさせてください、お願いしますはい、ということで、今週も、もう金曜日ですけれども、皆さんはそっか今日もしかしたらもうゴールデンウィーク始まってる人もいるのか、10連休とか言ってたもんね、いろいろ休みが取れた人もね、我々は今日は普通に仕事なのでね、楽しみに頑張っていきますけれども、引き続き何卒よろしくお願いいたしますということで、それではまたねー。